はい、今回なんですけれども、乃木坂の生写真のですね、江戸の生写真、虎のやつですね、20パック買いましたので、開封結果の方、発表していきたいと思います。<music> まず、A 面でまとめてみました。まあ、A 面20枚、こちらなんですけれどもで、レンタンとマユタンが A 面ですね、今回。まあ、今回、カラーって言った方がいいですかね。で、ミナミ以外の。 梅沢みなみちゃん以外の9名が出ました。で、アスカがよりよりよりですね。で、水木がより中セミコン。ヨタちゃんもより中セミコンですね。で、レンタンが中2枚。クボちゃん、マヨタンはよりだけでした。なアヤメンがより中ですね。で、カッキーが中引き引き。で、作ンサクが中中中引きって感じでした。地引きコンプはね、A 面は誰もできなかったんですけれども、まあこちらの7名ですね、は、地引きでコンプすることができました。まあ、みなみちゃんとキーちゃんですね、は、まあ、もう、 ッドの生写真としてはこちらが、今年度が最後になりますので、この二人、受引できたのは嬉しかったですね。マイチューンは残念ながら、セミコンでしたね。サトリカーがですね、特にまあ開封中に、ずっとセミコンかなと思ってたので、まあ、いざ整理終わった時に、ちょうど綺麗にコンプリきだったので、もうこれは、めちゃくちゃ嬉しかったですね。で、特にこの寄りの写りが、めちゃくちゃ好きですね。セミコンはですね、まあ、こんな感じでしたね。まあ、これ以外のメンバー以外にも、ま、あるんですけど、まあ、代表的なメンバーを挙げました。 タマちゃんが中でコンプ、リリアが引きでコンプ、セイラが引きでコンプ、サーちゃんが中でコンプ、マイチュン中でコンプ、レイちゃんよりでコンプ、ユナちゃん引きでコンプ、ミューちゃんよりでコンプですね。マイチュンはまあ、えとがね、今回で最後ですので、絶対な集めたいなと思ってますし、レイちゃんは、まあ、レイちゃんの、ね、知り合いにおしてる方がいるんで、まあ、その方に、どれどれ出すかなと思います。で、まあ、サーちゃんとミューちゃんですね。 まあ、ここ以前はね、そんなに集めてはなかった正直メンバーなんですけど、まあ、46時間テレビで、めちゃくちゃいいなと思って今、押しておりますので、押しておりますっていうかまあ、押し出した、押し出し始めですかね。っていう感じなので、まあ、集めたいなと思ってます。ゆナなちゃんはもしかしたら両方、取りに出してしまうかもしれないですね。まあ、リリアとかセイラーをもう、いじれも集めます。